今会社もね、私が24歳で創業して、今40年目ですね。前半の20年がサウンド北越というオーディオ店とか、あとパソコンショップも一時やってましたし、そういうことがやってなかったらハードオフは生まれなかったと思います。電気屋の次男だというのもあってですね、ただ普通の電気屋なんかよりオーディオ屋の方がかっこいいなとかね、これから音楽とかオーディオっていうのは、伸びるなとかね、そんなことですよね。大学出て、東京のスーパーで2年ちょっと、商売の勉強させてもらって、いずれは起業しようと思って、の時にたまたま、2年ちょっとして、この新発田市の商店街のね、ところにいい物件が出たということで、200万ぐらいのお金でスタートしました。無我夢中で毎日100件ぐらいと、個別訪問で、テレビいりませんか、オーディオいりませんかみたいなのを2、3年やりましたよ。オーディオとかですね、ビジュアルとか、まあコンピューター、割と順調にこう、まあ右肩上がりで、普及してきて、我々もその恩恵を受けましたけど、バブルが弾けて、一挙にこう、ダーンと落ちたんですね。その下取りしてたものを、全部倉庫でしまってたんですね。それを年1回の大蔵払い、ガレージセールをやったら、ものすごい売れてたんですよ。あっという間に。それはものすごくヒントになってまして、一年中中古品の店にしたらどうなるかなと。それはすごくこう、常に頭の片隅にあってね。ちょうどその頃あとエコロジーとかね、循環型社会とか、京都会議とか言われ始めた頃なんですね。ですから、環境と中古リユースと、そういうことと、あと我々は小売店というのは川上の強い川下でしたから、どっちかで川上が強い川下っていうのは、なかなか大変なんですよね。だから本当はやっぱ価格決定権を持てる商売しなければ、本当に企業というのは成長できないなということは、それは20年間やりながら途中から気がついてたし、そんなことがでね、相まって過去をリセットして、もう一回組み立てたらどうなるかと、いうことでできたのがハードオフでありまして、前のそのサウンドクエストというオーディオ店をやってなかったら、まあ電気屋さんという意味をやってなかったら、新品の川下のということの切なさが分かってなかったら、ハードは生まれなかったですね。当時でも少しリサイクルショップありましたけど、全くそのお客様から指示を受けてないわけですよね。それはなぜかというと、エコの観点からでも正しくて、いいビジネスだと思うけど、それをこうパッと私なりに、気がついたことは、5K だなと思ったの。5K。汚い、臭い、感じ悪い、かっこ悪い、危険。これを逆 5K にすれば、もしかするとビジネスになるなと。汚いをきれいですね。かっこ悪いをかっこよくとか。そういうふうに全く逆に組み立てたらどうなるかなと。リユース、リサイクルは、とても正しいビジネスだし、ですね、循環型社会としては本当これから必要だと思ったしですね。そして商売として、その価格の決定権をもしかしたら持てそうだなと。そんなことで、ただ実際は、そういう流行ってるですね、お店はなかったと。まあ、逆に言うと、その分チャンスだとも思ったしね。はい。社員とはある意味ではね、本当に古い社員とは戦友だと思いますね。一緒にね、乗り切ってきたなという感じでね。あともう一つは大事な家族でしょうね。そしてパートナーだし。まずね、社員が、もうね、幸せな顔してるかどうかは、一番しね、元気かどうか、きっちも気になりますよね。それは仕事の面でもね、家庭の面でもね、それでやっぱりこのね、僕思うんですよ。社員さんにとってはね、
一日大事な8時間を、自分の人生の中の8時間を、この会社なりこのお店にこう通い続けるわけでしょ。ものすごいすごいことですよね。一生の、ね、人生一回しかないうちの毎日8時間、それはね、例えば10年間、20年間、30年間来るわけですから、ものすごくありがたいことですよね。その人の人生をね、うちの会社、うちの店に来てもらうわけだからね。その重みを、すごく感じますよね。だから責任がある。このね、理念経営が、お客様から、指示、理解して、お客様に伝わってんじゃないかと。まあ、具体的には、そのね、ともかくこのフェアな、公平な、でありたいとかですね、それから、買い取り価格とか、価格についてですね、あと、透明度を高めたいとか、そういうことで、それは非常にこだわった仕組みでやらせてもらってますし、あとそのイメージもそのネガティブなものを徹底的にポジティブに変えて、とかですね。やはりこう、自分だけは儲かればいいとかね、会社が儲かる、もう儲けありという商売っていうのは必ず続かないし、破綻すると。ね、世の中の、から必要とされる、ものでなければならないと。だから、1にそのお客様のためになって、3に、まあ、社員、従業員さんのため。で、会社は4番目でいいと思ったんですよ。そして1つ欠けても絶対これは成り立たない、続かないと。やっぱり、世の中に一番にお役に立って、次にお客様にお役に立って、その結果、社員が喜んで働ける、ね、職場になって、その三つが満たしたら、最終的にはですから、会社にも、利益を、分けてもらえると。すべて死ぬぐらい考えて本気になればね、必ず何か見えてきますから、私はつくづく思うことはね、いろんな真実はね、極論でこう、ぐらいまでこう考えていくと見えてくるからね。なんだか、高い志がないとね、また、100メートル競争でもね、15秒で走ろうとするのってね、10秒切って走ろうとするには、当然違うじゃないですか。じゃあ、どれぐらいの高い志、なんですかと。やめてほしいことはね、これ大人でもそうだけどね、会社ごっこやるんだね。会社ごっこはやめてほしい。不幸を作るから。自分も不幸になるし、巻き込んだ人たちも不幸になるから。それは今、ベンチャーっていうね、いい言葉があってね、ベンチャー、俺はベンチャー気取りでどうだこうだって言ってね、お金誰か出資してくださいと。で、かっこいいビジネスモデル作ってどうだこうだっていう、そういう若者をいっぱいの5万と言いますけど、いっぱい見てきたし、いろんな、そういう場面の人に相談もあったけど、大体ダメになりますよね。それは志がないからですよ。低すぎて。そんなかっこいいことなんかってのは、そんなないんですよね。もう愚直な努力をやり続けると。ただ、その正しいことに対してでないと、愚直な努力したって、ダメなことは、間違ったことは、間違ったことに努力してもダメですからね。それ何が正しいかということは、死ぬぐらい考えるべきだよね。